NHK が未契約世帯に割増金を求める民事訴訟を提起。やむを得ず最後の手段として、に批判殺到。内容はこちら。NHK が未契約世帯に割増金を求める民事訴訟を提起したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。NHK は6日、東京都内の3世帯について、放送受信契約の締結と受信料及び割増金の支払いを求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提起したと伝えた。当局は、今回の3世帯は契約締結をお願いする文書の送付や電話、訪問などにより誠心誠意説明し、丁寧な対応を重ねてまいりましたが、応じていただけなかったため、やむを得ず最後の手段として割増金の請求を含む民事訴訟の提起に至りました、と説明。続けて、割増金の運用については、国会の付帯決議でも、受信契約についての理解を得るため最大限努力しつつ、個別事情に配慮し、適切な対応を行うこととされています。こうしたことから、今後も対象となる事由に該当する場合に、一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用してまいります、とした。放送法の改正により、2023年4月から未契約の世帯に対して割増金を請求できる制度が導入された。NHK、なんだかもうヤクザみたいになってきましたね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。これ、テレビない人のとこにも来るの？どういう基準で訴訟してるの？判例作りのための自演だろ。まあ見せしめやろな。訴訟に勝てんでも他の契約しとらん世帯に向けて訴えられるかもという不安を煽って自ら契約するよう仕向けるための。完全にヤクザやん。やむを得ずとか言ってるけど、どうせ金を貪ることしか頭にないやろ。NHK の存在自体が無駄。天気予報と緊急災害情報だけ流しとけ。丁寧な口調だが、要は取り立て。そうですね。完全に取り立てですよね。ありえませんよ。次はこちら。NHK は受信料は放送視聴の対価ではなく NHK を維持するためだとはっきり言っている。NHK が潰れようが国民には何の関係もないから NHK を支えてやる義理などない。代替は無理だろうから、見たいやつだけ支払うスクランブル放送にするか、完全国営にして税金で運営するか、どっちかにしろ。まず NHK 職員の給与を公務員並みに下げる。外国人職員の数、非課人職員の数を公表。過去に犯罪を犯した職員の解雇、子会社解体くらいから始めよう。ほぼ税金を取り立ててる立場で、反日捏造変更報道する理由を説明しろ。捏造、変更番組に対して相応の責任を果たせ。話はそれからだ。NHK は未契約世帯を理不尽に脅す前に、自分たちの様々な愚行を正すべきですよ。次はこちら。希望する人だけが主張できるシステムにすべき。まともな報道もできず、国民に税金のように負担させて、不景気も関係なく、存在する放送局って必要？まず公正中立な放送をやってからでは。いい加減にスクランブル導入して、払った人だけ見れるようにしてよ。押し売りやめてくれない？ NHK は見るし、受信料も払っているけれど、テレビを持っているだけで受信料がかかるシステムは意味がわからないと思っている派。スクランブル放送、なぜできない？スクランブルにすれば解決するんだよな。テレビを持っているだけで受信料を徴収されるだなんて時代錯誤も甚だしいですよ。早くスクランブル化にしてください。最後はこちら。テレビ持ってないし、見てもいない。テレビなんて捨てろ。俺はとっくに捨てた。くだらん番組ばかり。YouTube のがよほどマシだい。払いたくないならテレビ捨てろ。それだけで訴えられても支払い義務がない。むしろ反訴できる。もうテレビなんか捨てちまいな。組織もシステムも情報の質も、詭弁ではない純然たる時代遅れなんだよ。政治家が変えられないなら、そろそろ本気で国民が団結して変えていかないといけない状況まで来てるのかもね。どうか NHK が潰れて日本が平和になりますように。テレビは不要な時代です。みんなでテレビを捨てましょう。結論。政治家や総務省が NHK と結託し、国民にとってマイナスになることばかりを推し進めてきた結果、NHK はどんどん肥大化し、ついには未契約世帯に割増金を求める民事訴訟を提起する始末。こんなの、受信料あっての公共放送の行動だとは思えませんよ。まるでヤクザそのものです。政治家や総務省は自身の天下り先確保のために NHK を守っているのかもしれませんが、確実に間違っていると思います。公共放送のくせに、捏造報道、偏向報道、反日プロパガンダ、韓国語利用しを当たり前のように垂れ流す NHK ですからね。守るどころか規制すべきですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。